やっと着いたな。うん、ま、そのうち戻ってくるだろう。さっさと千秋のとこに行くぞ。もう、お二人ともようこそ。うわ、もちろんです。すっげえ。はあ、いただき。ってところで、それはよかった。ドル、キャッというお値段のところを。いやいや、おかしいだろ。わ、だ、だったらやめ、あんたみたいな。いや、あんたなんかひ、ま、待ってください、お二人の。うん、ああ、あら、手違いか何か。ファングが。ありがとうございます。素敵なイベントね。あの千秋とかいう女、どうも変だよな。ワインのこと？それもそうだけどさ。確かに。それよりさ、ファング。あ？ただの新聞がどうかしたのか？日付のところを見て。ずいぶん昔の新聞だな。はあ、そう考えれば辻褄が合うと思わない？確かにそうだけどよ。復活した邪神を倒した時、そしてあの時女神。俺の、これは私の想像だけど。だから私たちは過去の世界に飛ばされたんだよ。ティアラがまだ生きてる過去の世界。そんなことがあり得るのか？うん、あの時。ちょっと待てよ、お前の話の通りだとすると。そう、つまり過去の歴史が変わった。まだはっきりとはわからないけど。だったらこれから起こる未来も変えられるってことだ。ファング、バカ、そんなんじゃねえよ。ティアラだけじゃねえ。うん、とにかく変えるんだ。おはようございます。ああ、それはよかった。そうよ、元ドルバホールディングスの構成。あ、なんだと。素敵でしょ。悪の秘密結社だったドルファに。ああ、ちょっと、あの、私何か変なこと言ってます？アリ、ティアラ探しは後回しだ。わかってる。広場に行くんだよね。ああ、ずいぶん人が集まってるな。この人たち、みんな公開処刑見たさにここに。だろうな、いくら相手がドルファだからって。早くやれ、ドルファをぶっ殺せ。お集まりの皆さん、また一人。セクリンクロ。待って、ファング、あれ見て。離せ、ワイは何にもしてへん。なんかの間違いや。ガルドじゃねえか、ファングの旦那。いいとこに来てくれた。助けてくれ。ん、何ですか、あなた方は。その男の連れだよ。そいつは確かに元ドルファだが、死ななきゃならねえほど悪いやつじゃねえ。話してやってくれ。ちょっと何を言ってるのか分かりません。この者をかばうことはあなたもまた異端者ということになってしまうのですよ。だったら何だってんだ。母なる女神様、この者は己の罪深さにまるで気づいていないようです。正義会の皆さん、なんだてめえら、やる気か。母と子と妖精の名において、この者たちに正義の裁きを。なるようになれだ。
覚悟はいいんだな。で、どうだ？覚悟を。さて、うん。現在。ここに異端者がいるぞ。ちょっと待ってくれよ。だからそのガルドって男は改心して。ダメだよファング、この人たち何を言っても通じない。公正、正義を脅かす異端者を殺せ。どうする、どうする、ガルドちゃん、みんな今のうちに早く逃げて。マリサじゃねえか。さあ早く。分かった、異端者を逃がすな。ファングの旦那、助かったね。安心するのはまだだ、すぐに追っ手が来るぞ。ザワザ平野、一旦そこまで逃げましょう。分かった、ザワザ平野だな。